はいえー、今回ドリアカセイから結果報告いただいたのでシェアしていきたいと思います、えー、今日もメルマガ1本と商品案内の分岐メルマガ1本書きました YouTube 登録者数も1人増えてコメントで滑舌あんまりよくないけど応援してると来てくれてもっと頑張ろうと思いましたあとブログも少しいじって自動でメルマガを案内するために全部の記事に、えー、メルマガのリンクを設定できるプラグを入れましたと9月から本格的に5万円の教材を開放するのでそのための仕組み作りに頑張りますということで あの応援者が出たっていうのはすごいですね、うん。応援してるぜみたいな。これは素晴らしいと巻き込んでるんでいいと思いますね。これは発信してないと応援者って出ないんで、うん、普通に働いてて応援者って出ますあんま出なくないですかなんか。うん、なんかその多分応援してくれる日本って特にそうなんですけど応援者ってあんま出ないんですよね。どちらかってと批判者は増えるけど応援者って増えないんですよ。 応援者がいるってことは素晴らしいですねうんだからそのジャパニーズドリームがない理由もどちらかというとそのなんか一つミスったらほらミスっただからやめとけって言ったんだっていうドリームキラーですねドリームキラーの方が日本は多いんでジャパニーズドリームっていうのはあんまないんですよでアメリカンドリームがあるのは結構そのアメリカの方はなんかもう頑張れみたいな応援してくれる人が多いらしいんですけどね、うん なぜアメリカンドリームがあってジャパニーズドリームないのかっていうとそういうその例えばその例えば今、まあ、あれはあまあちょっとよくないとは思うんですけどなんだその煽り運転とかもまあ確かに確かにあの人はまあちょっと微妙な部分ありますけれどもなんかそのまあその煽り運転以外にも他にもなんかよくワイドショーでいやそ別にいいんじゃねえっていうかなんかやたらめったその なんか一個のあれに対してブワー行くじゃないですかだからそれが日本の感じなんでだからそのなんかそんな感じなんですよね、うん、なんか応援する番組より批判する番組の方が多くないですか,だかワイドショーなんか全部8割9割批判,番批判でできてんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だから応援その中でね応援してくれてる人が出てきたっていうのは素晴らしいことですから、まあ、ちゃんと活動しているちゃんとコンテンツを ちゃんと作ってるっててるいう証拠ですよね。コンテンツを作ってなかったらこういうの出ないんで、うん、頑張ってほしいなと思います。では、終わります。ありがとうございます。